東海から九州にかけては今日も気温がかなり上がりそうです。各地熱中症に警戒をしてください。まず天気の移り変わりなんですけれども、今日の日中帯、九州はですね、湿った空気の影響を受けて雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。一方、中国地方や四国地方でも特に東部、また近畿、東海、こちらは昼間日差しも出てくる予想でして、強い日差しで気温がどんどんと上がっていきそうです。でその気温の移り変わりご覧いただきたいんですけれども、今日はですね、朝から一気にこう気温上がっていくところ多くなります。昼間に関してはこのオレンジ色からこのピンク色、これが真夏日のところですね。30度以上のところ、これが一気に広がっていきます。お昼過ぎ、最高気温が出る頃の時間になりますと、東海や近畿、中国地方、また九州の一部、この赤色の35度以上といったところも分布する予想でして、今日はかなりまた暑くなるというふうに見られます。でその結果、こちら熱中症の危険度、暑さ指数を見てみますと、紫色の危険レベル、あと濃い紫も分布してますね。非常に危険レベルといったところが多くなります。九州については雲は多いんですけれども、一方で湿気がかなり多いです。気温とともにこの蒸し暑さですね、これもかなり感じられる状況でして、このように東シナ海側を中心に危険レベルといったところが多くなります。今日もですね、しっかりとした水分補給、塩分補給、また冷房をしっかりと使っていただいて、熱中症予防に努めていただきたいと思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。